皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は組み合わせで試合の数についてお話ししていきたいと思います。ここでは考え方を3つ紹介します。それは表で考える場合、樹形図で考える場合、図形で考える場合です。では始めます。 ABCDE、この5人が総当たりでテニスの試合をします。この時試合の数は全部で何通りあるでしょうと、こういう問題です。まず表で考える場合、これを紹介します。まず表を作ります。このように横に ABCDE、 縦に ABCDE と書き込みます。そしてここのマスは何を表しているかというと、ね、縦の人と横の人ぶつかったところが、その人たちが試合をするところですよという、これを表しています。 A さんは A さんと試合をしませんよね、自分自身ですから。ですから AA、BB、CC、DD、EE という通りにはこのように斜線を引いておきます。ではどんな組み合わせがあるか、この表に書いていきましょう。ここの通りは A さんが誰と試合をするかということで、 A と B がぶつかった通りは A さんと B さんの試合ですよと、 A と C がぶつかったところは A さんと C さんの試合ですよと、このように書き込んでいきます。同じように A さんと D さん、 A さんと E さん、こうなりますね。次は B さんの通りです。 B さんは A さんと試合をするということで、これ BA と書きましょう。同じように B さんと C さん、 B さんと D さん、 B さんと E さん、こういう試合が考えられますね。では順番に完成していっちゃいます。 C さんと A さんの試合、 C さんと B さんの試合、C さんと D さんの試合、 C さんと E さんの試合、 D さんと A さんの試合、 D さんと B さんの試合、 D さんと C さんの試合、そして D さんと E さんの試合ですね。最後 E さんの通りです。 E さんと A さんの試合、 E さんと B さんの試合、E さんと C さんの試合、 E さんと D さんの試合と、このように表が完成しました。ここでちょっと考えます。ここの AB と書いてあるところは A さんと B さんが試合するんですよね。それに対して B さんの通りの BA と書いてあるところ、これ B さんと A さんが試合をすると、ね、A さんと B さんが試合する、 B さんと A さんが試合する、これ順番が変わってるだけなので、誰と誰が試合をするといった場合、ここの部分は同じ試合ですよね。 AB と BA と同じ試合を表しています。同じように AC と CA、 これも同じ試合です。 AD と DA、 AE と EA、 これ同じ試合なんですよね。ですからこの斜線が引いてある上の部分、この試合と斜線が引いてある下の部分というのは実は同じ試合を表しているんですね。ですから全部で何通りあるかと言われたら、この線から上の部分を数える、あるいは線から下の部分、これを数えれば全部で何通りということがわかるわけです。では数えてみましょう。じゃあ線から上の部分で数えましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10ですね。ですから答えは10通りと、このようになるわけです。では次は樹形図で考えてみましょう。樹形図、まず A さんが誰と試合をするかということで、樹形図を作っていきます。A さんは B さんと試合をする、 C さんと試合をする、 D さんと試合をする、
E さんと試合をすると。こうなりますね。次は B さんです。B さんはすでに A さんとの試合はここで書いてあるので、B さんが試合をしてないのは C さんと D さんと E さんね。B、C、B、D、B、E と。こういう試合になりますね。つまり、ここの通りを書いているわけですよね。同じように、では C さんはという。C さんはもうすでに B さんと A さんとの試合が終わっていますから、試合をしてないのは D さんと E さんということになります。じゃあ D さんはというと、 D さんはもう C さん B さん A さんと試合をしているので、試合をしてないのは E さんと、こうなりますね。これで樹形図が全て完成したわけです。これを数えてみましょうと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 同じ10通りですよね。樹形図で考えても10通り、このように分かるわけですね。では図形で考える場合です。ここでは5人の人が試合をするので、だいたい五角形になるように ABCDE を並べていきましょう。A さんがいて、B さんがいて、C さんがいて、D さんがいて、E さんがいると。このように丸を書いていきます。よろしいですか？このように書いていきますね。そして A さんは B さんと試合をする、C さんと試合をする、D さんと試合をする、E さんと試合をすると。このように線を結んでいきます。B さんはもうすでに A さんと試合をしているので、 B さんは C さんとの試合と D さんとの試合と E さんとの試合が残っています。 C さんは試合をしていないのは、あと E さんと D さんですね。このように線を結びます。で、 D さん試合をしていないのはあと E さんとだけですから、ここに線を結んで、この図形が完成するわけです。この結んだ線の数、これが全部の試合の数になります。数えてみると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か。やはり10通りですよね。ですから答えは10通りと、すべて同じ10通りになるわけです。当然ですよね、同じ問題ですから。このように表で考える場合、樹形図で考える場合、図形で考える場合、この3つの考え方ができます。自分がやりやすい方法で問題を解いていってください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。